杉崎花さんお願いいたします、えー、紀子を演じました杉崎花です、えー、初日に映画館に足を運んでくださってありがとうございます、えー、この日を迎えられて嬉しく思っています今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて志尊淳さんですお願いします、えー、岡田安吾を演じさせていただきました志尊淳です、えー、本当に大げさな言葉になってしまうんですが 本当に命をかけて向き合わないとできない作品でしたのでこうやって今日、えー、皆さんに見ていただくことができて本当に良かったなと思ってますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、続いてあのご調整いただき急遽駆けつけてくださいました宮沢秀夫さんお願いします、はいえー、力を演じました宮沢秀夫です えー、初日にこんなにたくさんの方々が、えー、今日足を運んでくれたことがとても嬉しいです、えー、今日は短い時間ですけれども、えー、どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて小野佳林さんお願いしますはい、えー、みはるを演じさせていただきました小野佳林です、えー、初日おめでとうございます <laughs> ごめんなさい <laughs> あのお越しいただいてありがとうございます短い時間ですがよろしくお願いいたします ありがとうございます。続いて熊野とさんお願いします。はい。志賀義利くんの熊野とです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして成嶋いずる監督です。はい、えー。監督の成嶋です。今日はあの本当にこんなに来ていただいて、えー、ようやくこの日をあの迎えられて、もう今、えー、冠無料です。今日はありがとうございます。ゆっくり楽しんでってください。 さあ、まずはこの満席のお客様を。前にして、杉崎さん、志尊さん。公開初日をいよいよ迎えたというのは、どういったお気持ちでしょうか、杉崎さん。いや、もう感慨深いです。本当に。あの、今日まで。長い道のりでしたので、あの。約一年半ぐらい前に。 鳴島監督と初めてお会いしてそこからゆっくりと時間をかけてたくさんの方々が集い始めてあの議論を重ねながら作品を深めていく時間はあの本当に骨の折れるような日々だったんですけどでもそれだけみんなが真剣な現場でなんかこんな現場に関われることが本当に幸せなことだなと 思いながら撮影を積もりできたので無事に完成してこの日を迎えられてあの少しだけホッとしていますねありがとうございます志村さんはいかがでしょうかそうですねあの本当無事完成できたことはとても嬉しいですしこうやって皆さんに見ていただくのもすごく嬉しいんですけれどもどうしてもやっぱこの作品の宣伝活動をしている中でうーんこの作品をこうどう 説明ししたらいいいんだろううっててのはすごくありましてでかつぜひ見てね映画館行ってねって安易にも言えない部分があったり、えっとまあ、今日も公開されましたけれども見て、えー、うーん嫌な気持ちを持つ人がいないといいなっていう思いもあるんですけれども総じ、まあ、て本当に先ほども言いましたけど杉咲花をはじめもうみんなで。 ぶつかって時には苦しい思いもして作った作品なのでとにかくこうやってたくさんの人に見てもらえることが何よりの救いだなというふうに思います。 あの丁寧に真摯に向き合ってお作りになったというのはもちろん作品をご覧いただいたり皆様のこの言葉を聞くとわかると思うんですが、あのその一つとして宮沢さんあの今作撮影に入られる前にかなりリハーサルも重ねられたそうですね。はい、そうですね。はい、あの皆さんでリハーサルをして、えー、まあ少なくとも僕が関わったシーンはすべて、えー、リハーサルをさせていただいて、えー、なんかそこでクランクインする前にこう皆さんと。 えー、そのシーンへの向き合い方とか、えー、感情の作り方みたいなところを、えー、できたからこそ、えー、撮影する当日に、えー、こうずっとその、えー、シーンに入り込めたような気がします。ありがとうございます。それさきさん一週間くらいやってたんでしたっけリハーサル。そう,ね、そうですよね。はい、どういった感じでど,どういった内容でリハーサルしたんですか。ほとんどのシーンをリハーサルしたんですけどもその前にまずウォーミングアップとしてあのみんなで ゲームをしたり、あとはそのシーンに行き、着く前の時間をエチュードで深掘りしていくような。時間でしたね。エチュードもあったわけですね。はい、子、は、孫、いはい、さん、何かそのリハーサルで覚えてることとか記憶残ってることってありますか？そうですね。あのまあ、居酒屋に行くシーンがあるんですよ。で、居酒屋に入るところからやってみよう。っていうのでリハーサルやってたんですけど。入ってきて座ったら？ 監督がちょっと待ってとなんでここに座ったのっていう話からああじゃあどこ座るんだろう気候はこういう状態です暗号はこういう状態です三晴はこういう状態ですじゃあどこに座る入り口から見てここにあそうだよなものづくりってそういうところから作っていくべきだよなっていうのですごくこう身が引き締まる思いでやっぱり緊張感を持て 持ってリハーサルをやれた期間っていうのはすごく貴重な経験だったなっていうふうに思いますね。なるほど、鳴島組の一つの特徴かもしれません。リハーサル結構しっかりやられるんですもんね。はい。そうですね。はい。はい、あの小野さんはリハーサルとしてお感じになったことありました。そうですね。えっと鳴島監督ってあの説明書みたいな。 あの役の取扱説明書みたいなものを、えー、あ人生表あの何型でどこで生まれて何歳の時にこういうことがあってそれが役のコアな部分になってっていうのをあの書いた表っていうのを一人一人人に配ってくださるんですねそれをもとに紀子と美春が出会うシーンだったりとかもう何年も前の学生時代の シーンですとかそういうものをこう振り返りながら積み重ねていく時間は鳴島組ならではなのですごい新鮮でしたしあの本当に大事だよなこういうのって思いながらかみしめてあの過ごさせてていいたただいてましもともと小野さんは原作のファンでもいらっしゃって、はいはい、オファーがが来たたはいかかでしたか本当にびっくりしました。 たたたくさんんの人に読んででほしししいと思った原作でしたしそれが本当にもう何10年とかもっとかなくらいから知っている杉咲花が主演となってでこんな素晴らしいキャストの皆様とまさか自分がその一員になれるって思ってもいなかったので、あのー、幸福だなと思うとともにあの原作の素晴らしさを残しつつまた映像化するにあたって新たな魅力が加わる。 そんな作品の一部になれるように頑張らなきゃいけないな。と身の引き締まる思いでした。はい、杉崎さんはあのプライベートでもね。いろんなお話をのさんとされると思うんですが、はい、その2人がこう。こうしっかり結びついた。お友達の役っていうのは伺っていかがでした。いや、本当にご縁を感じました。あの友達として過ごしてきた時間の方がはるかに長かったですし、うんなかなかあの私は。 いつかカリンとあの深くこう交わるような役で共演したいなっていう目標があったんですけどそれがあの自分自身2年以上前ですかねあのカリンにおすすめの本としてこの「52Hz のクジラたち」の原作を紹介してもらってでその原作を購入したぐらいのタイミングでキッコ役のオファーをいただきそしてミハル役にオファーがカリンの元へ行っているっていう。 こんな巡り合わせってあるんだなっていう本当にご縁を感じました。えー、はい、ありがとうございます。桑名さんにも伺いたいんですが、今回映画初出演になりますよね。とっても重要な役どころなんですが、撮影で楽しかったこと、あと難しかったことがあったら教えてください。はい、えー。楽しかったことはあの現場で皆さんがすごい優しくしてくれたので、毎回現場に行くことがすごく楽しかったです。 あと難しかったことがあの僕喋れない役なので自分の表情がとかしぐさがとかそういうので自分の気持ちを伝えるっていうのが難しかったです。なるほどありがとうございます。杉崎さんなんかこうお二人の中でこう、はい、親密になっていくのに何かルールみたいなことで作ったんですか。あのそうですね大大分に行った日にあの ルルーをを作ろうっていうい話を2人でして通りは思ったことを何でも言いたいって言ってくれてそれが例えば「そこにある置物って何であるんだろう」とか「どうやって作られたんだろう」とかそういうふうに思ったことをシェアしたいって言ってくれてそうしようって言ってで私からは例えば毎日朝会った時に「ハグするのはどう?」って提案したらいいよって言ってくれたのでそれを続けたりあとはなんか「よかったら」 敬語をやめてもいいし花って呼んでもいいよって言ったんですけどそれはちょっとできないですってその時には言われてでも撮影の日々を紡いでいった時に花って呼んで聞いてくれた日があってで気づいたら敬語も外れていてなんか一緒に過ごしてきた時間があの心を解放してくれたのかなと思うと本当に嬉しかったです、ね、花さん花って呼んでるんですね。はい <laughs> そしてあの成嶋監督、撮影場所これご覧いただくと本当に皆さん、その素晴らしさにもね圧倒されると思うんですが紀子が住む家というのはどんなふうにこう見つけてどんなイメージでまともとも探されてたんですかあの、ね、これも、えっと、すごい偶然というか、まあ、映画の神様のお導きじゃないんですけど。 最初に「シナリオハンティング」っていうあの脚本家と一緒にプロデューサーと一緒に行った時にその大分のスタッフがえ大体原作と脚本を読んでこんな感じじゃないですか海の見え方が。でそれがドンピシャだったんですすね一番最初に行ったうちで,すこれでそれでその「あそこに笑顔がない?」って言ったら「じゃあトントン」って言ってえっと上がらせてもらうどうぞどうぞ」ってお茶を出していただいて。 あの向こうにあの辺にその大分の方があ,のあそこ見下ろす海にあの7年ぐらい前かな迷いクジラが来たんだよって言って我々本当はあの予算節減のために伊豆とか千葉ぐらいで、まあ、映画ではよくそういうインチキするんですけどでももう,もうダメだめだこれ逃げられないと思って、はい、あの大分行かせてくださいっていうお願いをしました、はい、それが始まりでした。 ということで東京パートと大分のパートがある本作なんですが杉崎さん鳴島組参加されていかがでしたいやもうあのできる限りの力を尽くしてあの心を注いでいかれる鳴島監督の姿に本当に敬意をあの抱いていてもう時には目をしばせ らししらせながらあの物語に誰よよりりも深く深くくく入り込んでいくんですよ、ね、でいすね私はあのウォーミングアップをしたってさっきあったと思うんですけどその時に成島さんがあの「目をつぶって後ろに倒れてください」とか「まっすぐ前に歩いていってください」って言うんですであのその先には絶対人がいるし支えてくれるから」っておっしゃるんですけど。 やっぱりそれをやった時に私は足がすくんでしまってなかなかまっすぐは歩けなかったんですよねなんかそんなことを思い出してこの「鳴島組」の時間は鳴島さんが用意した大きな大きな暗闇に向かっていく時間なんだってでもその先には絶対誰かが待っててくれてあの共に歩んでいくことができるんだっていうことをなんか感じた日々でした。 今お隣で宮沢さんがその時のことを思い出して大きくうなずいていらっしゃいましたが、はい、あの年齢の近いキャストの方もいらっしゃったと思,たと思うんですけれどもどんな現場でしたか、えー、僕は志尊君は何年か前に1回ドラマで共演してるんですけども、えー、3人は今回初めてだったんですけど本当に皆さんがこの作品にこう対する思いとか熱量っていうものはすごいものを感じまして。 それはもう本読みの段階からリハーサルに入ってもずっとコンスタントに皆さん何かこうより良くするためにどうすればいいんだろうという試行錯誤をしていて自然と僕もこうあもっと高みを目指さないとっていうもっと良くしないとっていう自然とこう自分もモチベーションをこう上げていった瞬間がたくさんあったなっていうのを皆さんをこう見ていて感じました志尊さんはその年齢の近い皆さんとのお仕事というのは今回今作ではいかがでしたか そうですね、あんまりこう年齢が気になるなとかいうのはなかったんですけど、まあ、今回僕のアン,アンゴという役柄は、まあ、常にこう誰かに寄り添って見守っている役柄ではあったので、まあ、特にはなちゃんとかりんちゃんが、まあ、いろんなことに悩んだりとかあの葛藤している時もいつでも手を差し伸べられる人でありたいなこの撮影中はってすごく思ってたのでまあでも 二人をもう見つめることしかできなかったんですけどでも楽しくまあ楽しくやれる作品でもなかったんであれですけどちゃんとコミュニケーションは取れて、はい、やれたかなとは思ってます今回の撮影を通してイメージというか印象がちょっと変わったなっていう方しそうさんいらっしゃいましたあでも僕はかりんちゃんが初めてではいなんかすごい最初礼儀正しくて。 でも女優さんとして素晴らしい方だなっていうのは見ててしてたんですけど、まあ、めちゃくちゃ僕のことをいじってくるなとは思ってましたこんな「子孫淳」っていう看板がある前で言うそれ大丈夫だよみんな笑ってるから本んですかっ淳<の>じゃないですか <laughs> 違うんですよあの裏で尊淳って呼んでるんです裏でねで子孫さんの前では子孫さんって呼んでるんですけどいや俺,俺にも「尊淳」って言ってた間違えて <laughs> 孫さんって言っちゃったんですよ <laughs> 孫淳って裏で呼んでるから、間違えちゃったよ。誰ってなって、あ、裏で孫淳って呼んでるんですよ、私って言って。確かにね、<の>そういう話あったよね。いいよって、心よく、あの、温かい方です。あ、ありがとう。媚び売るなよ。ありがとうございます。でも、本当にかりんちゃんは、まあ、劇中で見張るって太陽みたいな役割ですけど、本当に。やっぱ裏でもそうで。絶対彼女自身、葛藤していることものすごくあるのに。でも。見張るでいなきゃっていう思いで、すごくこう。 みんなに話しかけたり、常に笑っていてわくれましたね。裏で読んでたことを今どう表ですけどね、これね、すっごいカメラありますけどね、もう <laughs> バレちゃいましたね。ね裏で言ってんのにね。完全にバレちゃいましたね。書かないでください。ありがとうございます。多分書くと思います。はい。あの宮沢さんは今回ご覧いただくととてもまあ振り幅のある役かなとは思うんですけれども、はい、演じられる上で苦労されたところってありましたか。 えまあ僕が個人としてあまり感情の起伏がないというかこうすごい怒ったりとかすごい悲しんだりっていうことをあんまり表に出さないのでえ今回僕が演じた力っていうのはそれを結構全面的に出すシーンがえーたくさんあるのでどういうふうに自分の中のその感情の蓋を解放しようかっていうところはすごい考えて。 え相当悩んだんですけども本当監督と皆さんのおかげでえすごい納得のいく表現ができたと思います、うん、ありがとうございます。そしてあの先ほどからお話あるように大分と東京で撮っているんですが小野さんはそのまあ両方経験されていると思うんですけどどんな雰囲気だったのか東京パートはあのーまだご覧になっていらっしゃらないので。 ちょっと表,現に表現に悩みますがあのどうしようえっとちょっとだから毎日毎日こうお顔を合わせてさせていただいてましたけどもどこかやっぱちょっとこう引き締まっているというか緊張感があるような時間だったんですけど打って変わって大分に行くと、まあ、撮影内容いよう もうあったとは思うんですけどやっぱねあのみんなの顔が全然違うんですよねもう監督もそうですしあの花もそうですしスタッフさんも含めて大分の,あの土地にやっぱりこう癒されてるんだなっていうのをすごく感じて先ほど監督も「あもう大分からは逃げられないんだ」っておっしゃってましたけどなんかその土地の持つ力大分のエネルギーっていうのをすごくひしひしと感じまして。 驚くものがありました、うん、杉崎さんもそれは感じられてましたそうですねあのロケ地になった紀子のお家のテラスとかも本当に開放感があってで天気にも恵まれてご飯もすごい美味しかったので大分での時間は本当に癒しでしたしなんかこう美味しいものがたくさんあるとみんなで食べに行きたくなったりもしてあのご飯行ったりとか。 あとは撮影終わった後にかりんとホテルの近くを一緒にウォーキングしたりとかもしてす,ごすっごい早いんですよ花のウォーキングって <laughs> すっごい早くって <laughs> 小走りじゃないとついていけないっていうウォーキングをしたんですけどリタイアしてましたよね <laughs> ちょっと帰るわっ <laughs> <laughs> 帰られちゃいま, <laughs> ましたけど <laughs> 競歩ですねそんなに早いんですね <laughs> いやいやありがとうございますはい、あのクアナさんにもあのー 周りのお友達とかこの映画出ますって発表になった時とかってどんな反応でした、はい、あの朝のニュース番組とかそういうので僕のお友達とかもう周りの人とかがみんなテレビ出てかねえとか絶対見に行くって親戚の人なんて今日見に行ったって言ってました <laughs> 多分これも翌朝テレビとかで流れると思いますよ。ねでてっといたら通り友達に。 大丈夫です大丈夫かごめんな余だったみたいですいません <laughs> 私が変なふりしちゃって <laughs> さあそしてあの本作この後皆さんにいよいよご覧いただくんですが成島監督どんなふうにお客様に届くことをまあ本当にあのいろんなテーマがあのこう並んだ、えー、原作であり、まあ、映画なんですけどやっぱりあの 今日ここにこうやって久々に全員揃ってこの,このみんなのやっぱりこう力を全力で出し切ったその演技をとにかく楽しんでいただきたいしそこから何かそれぞれの悩みや葛藤や喜びはいろいろあるんですけどあのとにかくそれが届いてくれというふうにあの、まあ、必ず素晴らしい芝居してるんであの皆さん届いてくれると思いますけど、まあ、それが一番願いかな。はい。 ありがとうございます。さあ、そしてですね、えー、今日は 52Hz のクジラたちの初日、待ちに待った3月1日なんですけれども、実はもうすぐ子孫さんのお誕生日でございます。ここでお祝いをしたいと思います。<laughs> こちらを準備いたしました、どうぞ。えー、わ <laughs>、すごっ <laughs> さいね、はい上がりました青い海とイルカをモチーフイルカをモチーフなんですねクジラではなくイルクですクジラですよねここにねイルカって書いてあるんですよクジラをモチーフにした素敵なケーキでございます,すいありがとうございますおめでとうございますすみません,ませんありがとうございますでは杉崎さんからお花も出させていただきましょうか おめでとうございますありがとうございますおめでとうございますすみませんなんかこんな公共の場で <laughs> 申し訳ないありがとうございますどうですかケーキのご感想といやもうこれね手作業で作ってくださったわけですもんね一人でちゃんと最後まで食べたいと思います <laughs> 人が一人なんですね <laughs> いやいやすごいですねどんな味がするか楽しみです <laughs> はい。よかったらこの三月 5日からですねまた始まる新しい1年の抱負を教えていただいとですていやもうそうですねあのうんまあもう29になって20代最後の年になるんですけどそのスタートがこの「クジラ」の作品で一緒にスタートを迎えられることは嬉しいですしこれから迎える30代を歩んでいく中でこの「52Hz のクジラたち」という作品は 絶対に僕を後押ししてくれる作品になるんじゃないかなと思うので今日皆さんとここでこうして、えー、誕生日を祝っていただけたこと嬉しいですありがとうございますおめでとうございますちょっと早いですがありがとうございますすいませんえっとあのー、私たちは、えー、この映画を撮り 終えて完成したことに対して、あの清々しく。やり切ったと、こう手放しで思ってはいません。あの。きっと。議論が起こると想像していますし。うん、その。皆様からの声を真摯に受け止めていきたいなという気持ちを。持っています。ただ、私は。この作品が。 時代の中で乗り越えられていく作品になってほしいと思っていてあの将来、この作品を見返したときにうんまだこういう悲劇が描かれていた時代があったのかと人々に思われてほしくてあのそのためにこの作品が作られたのではないかと信じています。あのなんか 人の痛みを全てわかることは多分できなくてでもわからないっていうことにわからないっていうことは無力ではないと思うんですわからないからその人のことを知りたいと思えるし優しくしようって思えるんじゃないかなって私は思ってて共感できなくても隣にいれるし 大切なものを分け合えたりできるだからこそどうか諦めないで人と関わろうとしてほしいっていうこの作品に含まれているメッセージを私は大切に受け止めたいと思っていますしあの責任を持って皆様に今日は届けに来ました。あの劇場を出た後に、うん 皆さんにとってほんの一瞬でも光を感じられるような作品になっていたら嬉しいです、えー、今日は見に来てくださってありがとうございましたありがとうございます以上で 52Hz のクジラたち初日の舞台札終了となりますより早期な拍手でお見送りをお願いいたしますキャストの皆さん鳴島監督でしたありがとうございます